こんにちは、食事処さくらです。このチャンネルはいつものご飯をちょっと美味しくテーマに活動しています。今日は濃厚な牡蠣の旨味がたっぷり詰まった牡蠣のオイスターソース炒めを作りました。牡蠣って下処理難しそうって思いますよね。安心してください、基本が分かっちゃえば怖くないので一緒に頑張りましょうね。それでは早速いきます。まずは合わせ調味料から作っていきます。砂糖小さじ1、酒大さじ2、豆豉醤小さじ1。豆豉醤って聞き慣れない方もいらっしゃいますよね。これは黒豆を発酵させて作った辛味ではなくて旨味とコクが詰まった調味料なんです。料理に加えるとぐっと深みが出ますよ。味が濃いので分量を使う分気をつけないとですけどね。オイスターソース大さじ1、牡蠣の旨味をさらに追加します。これをしっかり混ぜておきますね。これで合わせ調味料は OK です。一旦置いておきます。この時に後で使うバター 15g も一緒に出しておきます。これは 5g にカット済みのものを買っているんではなくて、このバター容器を使っています。これはニトリで見つけて買ったんですが、これがむちゃくちゃ使いやすくて愛用しています。こんな感じにワイヤーが通ってて、1つのカットが 5g になるようになってますので、買ってきたバターを常温に置いて柔らかくしてからギューってここに押しつぶすと、こんな感じに 5g のカットができるのでめっちゃ便利です。よかったら使ってみてくださいね。次は玉ねぎの下処理です。今日は1/2玉使います。玉ねぎは大きめにカットして存在感を出していきます。牡蠣が一つ一つ大きいのに対して薄切りの玉ねぎが加わると、なんとなくバランスがいまいちで一番はちょっと食べにくかったんです。牡蠣と野菜が一口で食べれないので、牡蠣を口に入れた後野菜もポイポイって口に入れられるように、野菜のカットを大きめの方が食べやすかったんです。すいません、ちょっと何言ってるかわかんないですね。要は大きい方が食べやすかったんです。最初に横に切り込みを入れてるのは、切り込み入れることで横だけ大きくならないようにしているんですよ。次はピーマンの下処理です。今日は2つ使います。まずピーマンのヘタの部分を親指でボスって押し込んじゃいます。そしたらこのまま縦にパカーンって半分に切っちゃいますね。このまま中の種とヘタを取り除いちゃいます。これ簡単なのでおすすめですよ。綿は取り除かなくて大丈夫です。えぐみもないし栄養もありますんでね。ピーマンも存在感がある程度残るようにカットします。一度手で潰すことで表面に傷がついてソースが絡みやすくなりますからね。ピーマンはシャキッとした食感が残るようにさっと炒めるだけなので、炒めて小さくならないのでこのぐらいの大きさが食べやすいですよ。野菜のカットはこれで OK です。もうまな板は使わないのでここで片しちゃいますね。次は牡蠣を洗うための準備をします。これは牡蠣の汚れを落とすためのボウルですね。これは牡蠣を洗うための水です。これは牡蠣を拭き上げるためのバットに水分を拭き取るためのペーパーですね。それでは牡蠣を下処理していきます。最初のボウルに牡蠣をぶち込みます。今日は 200g の加熱用の牡蠣を使います。皆さん、加熱用の牡蠣と生食用の牡蠣の違いってご存知ですか？あれは鮮度の違いではなくて、取れた場所と出荷の仕方の違いなんです。生食用の牡蠣は菌が少ない場所で育ててから数日間きれいな水に入れて限りなく菌がない状態にしてから出荷したものです。対して加熱用の牡蠣は栄養の多い河口付近で育てたものが多く、栄養が豊富なので旨味が強く大きめなことが多いですが、その分加熱しないと死なないような菌がいるので加熱用として出荷されます。なので小さくても生食用の牡蠣の方が高いのは鮮度の違いじゃなくて手間がかかっているからなんですよ。牡蠣をボウルに入れたら片栗粉を大さじ1杯ぐらい入れて、片栗粉と同じぐらいの量の水を加えてから優しく牡蠣を混ぜるように汚れを落とします。水だけじゃなくて片栗粉も入れて洗う理由は、片栗粉の成分が汚れを吸着して汚れを落としやすくしてくれるんですね。ギリギリ言えましたね。ここで牡蠣をギュッと揉んだりガシガシって洗うと牡蠣が潰れたりちぎれたりしますので、優しく撫でるように洗います。見た目通り牡蠣はナイーブなので、ちゃんと気を使って接してあげないとダメですからね。混ぜてみてちょっとドロドロしすぎて混ぜにくそうな時は、水分が少ないので水を足してくださいね。
見てください。こんな感じにしっかり汚れが浮き出てきました。牡蠣の表面には汚れや雑菌、ぬめりもあるので、それを下処理で取り除くと臭みも取れて美味しくなるんですよ。今度は水とバットを用意して、水の中で優しく洗い流します。特にこの黒いひだのところに汚れやぬめりがあるので、ここを中心に手で汚れを洗い流します。ここで水道を使ってジャブジャブ洗うと、汚れやぬめりがうまく落ちなかったり、牡蠣が傷ついちゃったりしますので、ボウルで優しく洗うのがおすすめですね。汚れが落とせたらペーパーを引いたバットに引き上げていきます。これで牡蠣の下処理ができました。慣れちゃえば意外と簡単なので、一緒に頑張りましょうね。水分が残っていると味がぼけますので、きちんと表面の水分を取り除きましょう。拭き取ってから下味用の塩を片面にパラパラして、片栗粉を両面につけるのですが、私は大好きな粉フリフリスプーンを使って表面に粉をまぶします。最初は使わないかなって思いつつ買ったんですが、買ってみると意外に使えるから、こいつ便利です。今じゃ愛用品の一つになりましたね。概要欄にリンクもありますので、よかったら参考にしてみてください。値段も500円ぐらいなんでね。このままここで反対にすると、濡れてて片栗粉がべちゃっとなるので、新しいバットに反対にしながら乗せて、こっち側にも片栗粉をフリフリしておきます。牡蠣の表面に片栗粉をまぶすことで、牡蠣の旨味の水分が流れ出るのを防いでくれるので、縮みにくく旨味を保ってジューシーに焼き上がるんですよ。最後はたっぷりつけてしっかり落とす、粉をつける時の基本ですね。これで準備ができましたので、早速調理していきます。こっからトントンって進みますからね。フライパンを弱めの中火にかけて温めます。油をちょこっと入れて、まずは火の通りにくい玉ねぎから炒めていきます。新玉ねぎは辛みが少ないので生でも食べれますが、普通の玉ねぎは水にさらすか火を通さないと辛いので、中までしっかり火を通しますよ。ちなみに炒めた玉ねぎが甘いのは、この辛み成分が甘み成分に変わるからなんですね。玉ねぎが少し透き通ってきたところにピーマンを入れて、熱の通りが良くなるように油もちょこっと加えます。油をまとわせると熱が全体に伝わるので、火が通りやすくなるんですよ。撮影できてなかったのですが、ここで軽く下味用の塩をパラパラしてくださいね。これで野菜の下処理は OK です。一旦引き上げます。同じフライパンを弱めの中火にかけていきます。ここ強火でいくと、牡蠣に火が入る前に外側が焦げるので注意してくださいね。少し多めの油を引いて、牡蠣を並べるように広げていきます。このままゆっくりと牡蠣の中心がしっかり加熱するように火を入れていきますよ。1分ぐらいずつで全体をひっくり返して、均等に火が入るように焼き上げていきますね。この大きさだとだいたい4分ぐらいしっかり焼いて、中までしっかり加熱をします。もちろん火加減やフライパンの違いもあるので、絶対この時間焼けば大丈夫とは言い切れません。なので温度計を使って、一番大きい牡蠣の中心が95度以上になっていることを確認してください。すいません、私の温度計の調子が悪くて、今回は鉄串を使っています。鉄串は一番大きい牡蠣の中心のところに5秒ほど当てて、下唇のすぐ下の皮膚で温度を測ります。これぐらい熱いとあんまりうまく測れないですけど、火が入ったかどうかの確認ぐらいはギリギリできます。温度計で測るときも一番大きい牡蠣に当ててくださいね。しっかり火が入ったら、野菜とバターを入れて、バターを溶かしつつしっかりバターの風味を引き立てます。バターが溶けたら全体を端っこに寄せて、空いたスペースに合わせ調味料を入れて、しっかり沸騰させてアルコールを飛ばします。空いたスペースに入れたらすぐに沸騰しますので、これを全体に絡めていきます。片栗粉がまぶしてあるので、牡蠣と調味料だけを先に混ぜ合わせると、野菜にタレが絡まず、しょっぱい牡蠣の炒め物になっちゃいます。なので必ず野菜を入れてから一緒にタレを絡めてくださいね。もし慌てちゃいそうな時は、牡蠣を取り出しておいて、野菜とタレを混ぜてから仕上げに牡蠣を戻しても大丈夫です。これでタレが馴染んだら、牡蠣のオイスター炒めの完成です。これぜひご飯と食べてみてください。むちゃくちゃ白米が進む化け物になりましたよ。それでは盛り付けていきます。今日は牡蠣のオイスター炒めを作りながら、牡蠣の基礎知識をご紹介しました。
牡蠣ってちょっと処理大変そうだから触ってこなかったよって方にも身近に感じてもらえたらいいなって思っています。盛り付けの最後は糸唐辛子なんか乗せておしゃれにしちゃいますね。それではいただきます。見てください、しっかりタレが絡んだ牡蠣、トーチジャンがいい仕事をしてくれて料理全体にコクを出してくれるのでバクバクご飯が進んじゃいます。白米が最高にうまいんです。気になるお味はいかがでしょう。出ました、グーです。それではまた次回お会いしましょう。食事処さくらでした。今日もご視聴ありがとうございました。食事処さくらはいつものご飯がちょっと美味しくなるように活動中です。メンバーシップもスタートしましたので応援していただけたら嬉しいです。